え皆さん、こんにちは。ということでね、今日も、東海道新幹線、殺傷事件ですね。これを見ていきたいと思いますけれども、今日はね、あの、この画像ですね。この映像ですね。日テレの投稿ボックス、視聴者提供って書いてますね。視聴者から、 提供されたとされる映像ですけどもね。どうでしょう、この動画ね。後でえ見ていただきますけども。とにかくね、この画像が荒いんですよね。今時のカメラだったらね、こういう画像にはなりませんね。後ろなんてね、このポスター見てください、これ。すごくぼやけてますよね。 ね、この警察の、あの、このネームですね。えー、胸、胸のこの警察のマークなんかもね、全然見えませんね。それからこの時間ですけどもね、この配信時間、2時6分ですね。えー、犯行がね、このあ、この撮られたのがね、10時過ぎの映像ですからね。でもう2時6分にはね、 もう投稿されてたわけですね,ね。この人、日テレよく知ってましたよね。この日テレの、えー、投稿ボックスっていうのをね。それでね、そこに投稿したわけです。もしね、私だったらね、こういうのはね、えー、すぐにね、ツイッター、まあ Twitter、か YouTube ですよね。 こっちの方にね、えー、投稿すると思います。わざわざね、日テレみたいなところにね、えー、投稿しないと思いますね。もう、何な,なんでしょうね、えー。多分これは、この映像っていうのはね、えー、YouTube とかにね、えー、個人でアップ、えー、していないと思いますね、えー。日テレからの映像になってると思いますね。 なのでね、こういうのはね、工作員が撮ってると思っていいわけですね。えー、それからこの顔、見ましょうかね。どうでしょうこの顔。うーん、もう少しアップしましょうか。ね、犯行直後ですからね、顔に、えー、染というか、 ああ帰り血を浴びていないといけないですよね。どうでしょう帰り血浴びてるでしょうかこの映像って。ね、そういうのを見てもらいたくないので、こういうぼやけた映像を、ね、出してるんだと思いますね。ね、今時のカメラでね、こういうぼやけた映像にはなりませんよね。 電池が減ってたとか、そういうのは関係ないでしょそれから、何でしょう、電波が悪かったとかね、そういうの関係ないと思いますよね。とにかくね、これぼやけてます。もうちょっとアップしましょうか。あ、もうこれで、私のでは最高かな。あ、私の500倍で最高なんでね。えー、こういう画像しか、えー、見えないですけどね。 見てください、この隣の警察。<laughs> ぼやけてますよ、これ、ね。今時こういう画像、映像というのはね、ありえないですよね。えー、こういうのでね、思い出すのはね、えー、今話題のね、キム・ジョンウンの兄貴がね、えー、2年前ぐらいでしたかね、去年か一昨年あの暗殺されましたけどもね、えー、あれも、 やらせなんですけども、あの映像を思い出しますよね。こういうね、決定的瞬間っていうのはね、絶対、あの、えー、画像がね、ぼやけてます。画質が悪いです。ねえー、結局あの、その、キム・ジョンナムのやつでも、暗殺でもね、あれ、男でしたからね、えーあの、女性がやったってことになってますけどもね、あの、後ろからね、 えー、はがいじめにしたのはね、あれ男ですね,ね。ねえ、女性の格好をした男ですね。うん、どうでしょう、この顔ね。帰り道浴びてないですよね。なんか本人かどうかもわかんないような感じなんですけどもね。で、ズボンにはね、血だらけになってますけど、この腕とかもね、これ、あ、これ誰の腕だろう、これ。ね、警察の腕でしょうか。あ、警察の腕か、こっち。 ねえ、すごいアップしてもぼやけてますから、こういう風にね。ありえません。ねメガネは何でしょう。メガネつけてるかどうかもわかんないですね。ここにちょっとなんか筋みたいなのありますけど。まあ、メガネしてたらね、メガネにね、返り血、ついてないといけないですけどもね。メガネはこれつけてるんでしょうか。それさえもわかりませんね、なんかね。 うん。後でつけたんでしょうかメガネは。まあ、それにしてもね。えぇ、ー、犯行直後ですから、顔を拭く余裕とかなかったでしょうからね。それでこの感じですから。ね。もう少しね、血だらけになってないといけないと思いますね。えー、あれだけね、車内はね、えー、血だらけになってるわけですから。あの <laughs>、やらせの血のりでですね、人工血のりでね、ベタベタなってるわけですから。 えー、犯人ね、もしこの人がね、小島一郎とかいう名前の人がね、えー、犯行に及んでいたとしたら、えー、顔にね、返り血をたくさん浴びてないといけないですね。えー、複数回刺してるわけですからね。 えー、この顔を見てもね、やはり、えー、帰り値はついていないですね、えー。カメラ目線っていうのもね、どちらもカメラ目線っていうのもね、えー、笑いますけどもね、えー。知ってたんでしょうね、多分ね。えーまあ、偶然に撮ったとされるようになってますけどもね。 えー、カメラマンのことを知ってるからね、こういうふうに見てるわけですね。えー、やっぱりね、あの、視聴率的にはね、えー、顔をね、見せてた方がね、えー、いいですからね、やっぱりね。番組的にはね、もう最高ですからね、こういうね、顔まで撮れたらね。そういうのでね、わざとこういうのを撮ってますよね。段取り通りです。 えー、先ほどの動画ですけどもね、ニッテルの方に投稿されたというわけですけども、えー、YouTube の方はね、どうでしょうかね。YouTube でね、検索しました。この東海道新幹線、犯人逮捕の瞬間でね、検索するとね、たったね、少し、これぐらいしか出てきません。ね。もうこれぐらいです。ね。 あとは全然ないです。業者のやつばっかりです。個人的に映したやつっていうのはねも、もう数えるほどしかないんですね。それもね、この、その個人撮影もね、わかんないんですよね。これね、なあの、9秒とかね。これはなんでしょう。これは日テレのやつですね。これも個人で撮ってる人、9秒です。たったの9秒ですから。ね こういういのもね、マーキングしてます333とかねうんあっこ,これなんかいいんじゃないかなさっき見たけどまあ先行いたします大体ですねこれぐらい普通画質が良くないといけないんですよねのぞみ号車内にてお客様同士のトラブルが発生いたしました

今しばらくお待ちいただけますようどうぞご協力をお願いいたしますねこれ HD ですからねこういう,うね画質が良くないといけないんですけどさっきのやつどうでしたこの9秒のやつとか 見てください、この9秒のやつとか悪い。たったの9秒。たったの9秒ですよ。確かに悪い。まし、あ、な方かな。 最高でこれ240ですよこれねまあ他にもねあるんですけどもどうでしょう他にもあったんですけどもこれかなまあとにかくねあの画像があ、これかな これ見てみましょうかこれも8秒しかない8秒たったの8秒しかないなんでみんな8秒ぐらいしか取らないのかなと思うあれ周りのさ一般の こういうのもね、わざとらしいですよね。これも最高で240ですから。ね。どういう状況でね、こういう画質が悪いのをね、撮るんだっていう。ね。どういう状況だったんでしょう。こうね。たったの8秒で。ね。こういう。ね。マネーショットじゃないですか。これお金になるショットね。こういうのをね。 ちゃんと撮ればいいと思うんですけど、大体あの海外のやつでもそうですけどもね、画質が荒いんですよね、テロ事件とかね、まあ、ほとんどやらせですね、こういう話題になるやつはね、えー、本当のやつはね、あの全然話題になりませんからね、むしろニュースにならなかったりとかしますからね、まあ、こういうのもね、工作員の人が撮ってるんだと思います。 たったね、こういう9秒の、9秒か8秒の動画にね、どんだけの人が見てるんですか。ね。犯人も映ってないのに、6万3000回も再生されてるんですよ。バット91ですね。僕も91、92よとこう。ね。犯人も映ってない工作員の、ね。投稿動画に、こんだけみんな釣られてるわけですから。 すごいですよね。画質が綺麗な方。画質の綺麗な方,、ね画質のな方ね。こちらなんてね。何ですかこれ。167万回ですよ。これ、ね。グッドも多いけど、<laughs> バッドも多いですね。なんでバッドが多いかってこれ何も映してないですからね。画像、綺 <laughs> 麗なのはいいですけどね。えー、何も映してないですからね。この車内の状況とかね。 バカにしてますよね、本当ね。バッとをしときました。ね、画質は綺麗なのはいいですけど、犯行現場は何も映ってないですからね。こういうのにね、皆さん釣られてるわけです。ね、167万5千160回もね、再生されてて <laughs>。ええー、列車にはね、880人もね、乗客が、 いいたととうことで、すからで若い方も結構乗ってらっしゃったみたいなんでね、えー、たくさんの動画がね、上がっているのが自然だと思うんですけどね、たったの、えー、何本かしか上がってないというね、かなり不自然ですよね。それからこれ、共同ニュースなんですけどね、共同ニュースね。ね画像提供者、鳴岡正人さん。ねこれ、数比で調べるとね、この人も44数比になりますね。